お疲れっす。お疲れっす。南西部サービス？ダメじゃねえよ。いや、もうあの来月変わります名前。何？プラグ施工サービス。聞いてねえよ。まあ元屋にあるから、まあサムネには元屋だけど、まあ職人屋みたいな行って、まあ真面目でね、はい、高校行ってるそうなんですよ。ちなみに。あ、はい。ボソ、あ、行ったの？でもお前高校卒業してないでしょ。してないです。だろ？何ヶ月行ったの？でも2年8ヶ月ぐらい。半ぐらい。2年入ってなんでやるの？なんでやるの？なんでやるの？僕の友達周りとかが、タバコとか吸うじゃん。それが学校にバレて、5人か6人バーって、それだけで退学になっちゃって。タバコだけで。まあでも積み重なってみたいな。ああそういうことね。まあ、やってることがみたいな。そうそうそう。なんでこうなったかって言ったら別に今のはかっこいいと思ってるからでしょ。そうですね。悪いことを別にやれる力はあるわけでしょ。昔やっぱみんな吸っとったりとか、そっちはかっこいいと思ってたもそっちに行くんですけど、お酒飲むとかな。そうですね。だからまあそういうのをまあ見てね、じゃあこんな人になりたいなみたいな感じでちょっと思いやいいと思うんだけど、はい、でお前は中学校行ってない？あ、高校行ってないの？高校行ってないです。中学校は？中学校も行ってないです。1ヶ月行ったら半年間行かんかったのか。中学校も定時だったでしょ。中学校も定時だった。半年に1回しか行かん。行かんでもいいよ。定時だからいいだろう。で、まあ、中学校の時にまあじゃあ悪いことって何やったとか、なんか AV 見るとか流行ってなかった。流行ってなかった。その家でさ、みんなでさ、そのでみんな DVD 持ってお前の時。あ、まだないか。スマホないお前なんだよ。あー、中学校の時はない。 PSP に、あー、あったな、あったな。入れれたし、こういうゲームのやつだろ。あれにエロ動画がある。そうそう。マジで？ちょ、エロポイント下がってくるよ。エロー。だから中学校の時 PSP でエロ見てたの。そんな機能俺知らんかったの。逆に何で？いや、なんかさ、中学校の時なんか俺なんか、俺らの時代想像ないよ。僕らもテレビで見てたんですよ。テレビ？あ、エロビデオ。テレビ。俺もエロビデオ。何したっけ、観音小説。観音小説。お前それおっさんやろ。バーってきてで、あの観音小説ってはエロ漫画とかはあったの？エロ漫画じゃなくて、あの小説みたいなやつ。小説で抜いてたので、違うんですよ。小説でもバーってなんか、あ、そこはダメとかなんか書いてあるから。そこで抜けたの？じゃあね、そこでは抜けないんで、うん、漢字とかわかんないんで、うん、バーってめくっていくと、あの100ページに1枚ぐらい、あの、あ、え、イラストがイラストがイラストで先生呼ぶ。俺あれだな、なんか少年なんとかルナ先生でしょ、エロ漫画みたいな。ルナ先生ですか？どっちが一回ルナ先生なんだけど、僕らの時2人なんとかルナ先生知っとる人おると思うよ。いや、みんなで、俺結構みんな友達の前で見たとか出てた。そうでしょ。そうでしょ。いや、友達の前で抜かない。マジで？みんなで同級生だって、みんなでビデオしちゃうから、全然普通に友達ん家の部屋とかさ。ちょっと待って、俺ちゃんと親が家に持ったのさ。親が家にねえやつとかおるじゃん、結構よく見えるとか働いたやつとか、先日みんな集まってこうバーって行くとこあったけどさ。ピンクゲーじゃなくて、不良の、じゃあ中学校同士の喧嘩とか、そういうの聞きたいわ。爆弾リュウジって呼ばれてましたね。爆弾リュウジ。何それ。お前もう中学校も来てるんだよ。ハッサンだよ、ハッサンだよ。でも、鬼の寺道って言われた。鬼の寺道って。絶対言わねえよ。フィリピン人の寺道って言われた。それがそれ見た、それ見た。自分を自分なんだ。またお前事務所殴り込みに来るから、お父さん。なんで俺殴ったのかってんねん、おい。でも逆に僕、なんかそのフィリピンのあれがあったもんで、うん、もうあの、軍歌とか聞いとる。ずっと。お前聞いとったよな。しかも就職した時なんか変な、なんか、カジシボタンみたいな、ああいうなんか T シャツとか好きだったよな。どれだろうな。で、なんかああいうさ、下駄とか好きじゃなかった。そっち系ではセッタとかな。セッタ履いてもネックレスの器具の。かぶれだった、かぶれだった。来た頃かぶれとったわ。寺道って書いてある。おい、あれも大丈夫なんだ。寺道って書いてある。なんだ、豊明寺道で、裏ペロンって抜けたら普通に寺道もさきって、あの花札の柄で。あ、そう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 。なんかしとったな、お前。昔僕中学校退学になったんですよ。中学校退学。どうやってそれ嘘だろ。いや、本当卒業証書に退学って書いてある、うん、そう、はい、そして、なかなかリアル。でもそれもらったのが僕ら多分上の先輩も入れて3人になってる。
僕入れて。そう。あ、そう、学校で。そうそうそう。もうお客が怖がるだろ。シュートの皆さん、本当にもう、もう今はもうバキバキの真面目だからこれ。まあ今なら取れるだろうっていうぐらい。はい、もうみんな責任者でね。まあ行ってきます。全部頭で言ってるわけでしょ。教室が僕は特別な場所だったんですね。何特別な場所って僕そもそもみんなにとっても特別な場所だったんで教室なんてお前何喋っとんの職員室だったんですよ。お前の教室嘘だ。めちゃくちゃいい。本当に昼学校行くじゃないですか、うん、で昼学校行くとあの、まあ、僕の部屋があるんです職員室の時に、うんうん、なんかもともとその歴代のなんか先輩たちが入ってくる部屋なんですけど、あ、不良の隔離部屋みたいなのがあるんだそうですね、で、まあそのまあ、変な学生服も着とるじゃないですか。あで、真面目にしたら入れたら、僕好きな子だったんですよ、中学生の子、うんうん、で、その子との、そのミミキも残念だったけど、一応好きな子だったから共同授業があってで、選んだところに、その共同のその授業やるんですけど、みんなでバーって、うん、ずっと真面目にも、髪の毛も全部黒にして、うん、で、毎日も学生服ないんで、めちゃ面白い人だった。多分僕らの方がいいんだけど、テレビの真面目だったろって。ちょっと、港区こんなんだわ。いや、こんなんだわ。まあまあ、拾ったから。で、その、まあすごい、もう真面目な格好したら、じゃあ入れたるわって言われて、うんうん、ずっともう真面目な格好をして、うん、その、唯一、その週1回だけその授業、うんうん、受け取ったんですよ、うん、でも席はもう先生に頼んで、ちょっと隣にしてくれっつって、うん、先生に頼んだろ。お前の、まあまあ、頭チッポみたいな形しちゃうよ。ダメだろ。公然わいせつで、その退屈じゃないですか、授業って、うん、で、その退屈で好きな子が横におんのに、そう、好きな子でも退屈なんですよ、何をやっていいか分かんないんで勉強していけないその数字とかが教えられてるんですけど、うん、やっていいかは何も分かんないもんで、うん、わーって出て、そのまあ、うん、まあ、トイレでまあ友達とかと遊んでたら、うん、そこ先生に見られて、うん、もういい、もういい、あんたもう本当にもうこの授業出なくていいからって言われて、うん、ちょっと勘弁してください、勘弁してくださいとか言っとったんですけど、うん、それでもダメだったもんで、うん、先生ぶん殴ったらその授業で連関してたんです。出るわけねえだろ。で、親も呼び出したろ。親も呼び出しです。めちゃくちゃだな、お前は。まあ、そういうオチでしょ。オチねえわ。まあ、こんな感じです。まあ、ちょっとあんまりなんかまとまってなかったかもしれないな。だけど、まあ、でも今立派にね、こうやって職人やって、はい、まあ、稼いどるしな。まあ、一定稼いどるから。その辺の同級生も全然稼いどるだろ。全然。こいつらがどれ貯金してるんだよ。やばいっす。俺知っとるよな、お前貯金しちゃうで、こいつ隠し持っとるよな、こいつ。まあ、トラック1台ぐらい余裕で買えるだろ。いや、いいね、買えるだろ。いや、多分3000万ぐらいだと思うんですよ。3000万ねえわ、俺もねえわ。セコーサービス買っちゃうかもしれない。セコーサービス。まあ、自信もあるだろうな、自分たち。まあ、だったら飯は食っていけるわっていう、はい、腕に食つけとるな。そうですね。なんかそういうことは強いと思うし、まあ、あるよ、うん、やりたいことやるのが一番いいよな、本当に。変ないじめとか、まあ、それしょうもないことだけしんときは、まあな、こうやって友達仲間ができてやっていくから、うん、そこだけ自分磨きだけかなと思います。こんな話でもチャンネル登録といいねしていただけますでしょうか。お願いします。じゃあ本当チャンネル登録してほしいな。また見てね。